今黒豆をいってます。この中に入ってるのが黒豆ですね。こんな感じで、ミニシチリンコンロの中にこのオイルストーブを入れて、で、五徳の上にこの白いのは、ミニシチリンコンロの断熱材です。で、炎からの距離をちょっと離すためにこれを乗せて、で、その上に、網と、これはアルミホイルの中に豆を入れて、こういうふうに巾着袋のようにして乗せます。で、蒸気が抜けるように上は塞がないで隙間を開けておきます。あとは空気の逃げが必要なので、この周りには隙間が開くようにしておきます。温まった空気がここから抜けるようにですね、隙間を開けておきます。で、こうにやっていると、まあ、遠火でゆっくりいることができるので、結構豆がうまく入れてですね、美味しいです。で、たまに焦げないようにこうしてですね、あるいはこうやってたまにかき混ぜてですね、豆が焦げないようにします。で、大体豆が入れてくると、皮がはじけて、ちょっと割れてきます。大体このくらいでもう OK ですね。で、今までは、オーブントースターですとか、電子レンジやガステーブルじゃない、ガスコンロの上でフライパンでいったりしてたんですが、なかなか豆を入れるのは難しくてですね、うまく入れないんですね。で、このオイルストーブを使ってやると、まあ、低温でじっくり入れるので、結構いい感じで入れて、まあ、味もですね、今までの中ではないくらい美味しく入れますね。低温でゆっくり調理できるのがいいのかもしれないです。火はこんな感じで燃えてますね。これがオイルストーブです。燃料は今は天ぷら油の廃油を使ってます。まあ、食用の植物油を使うこともできます。ちょっと電気を消すと、こんな感じで燃えてます。炎の感じが非常に心地よいですね。見てて気持ちがいいです。心が落ち着くというか、癒しですね。